あ、めちゃくちゃキラキラしてる。すごい。これがじゃあ、キラキラしてるのが効いてますってことなんですかね。皆様、はじめまして、こんにちは、こんばんは。MM チャンネルの、みーです。みーです。まこです。まこです。本日も、よろしくお願いします。はい。ということで、今はですね、ミデス村に来ております。はい。で、皆様には、ご報告してなかったんですけれども、なんとですね、ミデス村にハチさんを連れてきております。で、この辺は花畑にして、いろいろと、ハチさんを育ててたんですけれども、このハチさんなんですが、実は、カメさんのいろいろをやってる時に、ちょうど、この村の、私の背後の方ですね、に、ハチさんがいたんですよ。結構近いところに。もうすぐその、砂の向こう側が、まあ、平原ですよね。森ではなかったですね。で、平原になってて、で、かなり近いところにいたので、連れてきて、こんな形で育ててたんですけれども、本日は、このハチさんを、拠点の方と、あと、ニア村に連れて行きたいと思います。はい。で、今私がですね、ハニカムを12個持ってるんですけれども、今も結構ジュルジュルになったんで、ハニカムを取ろうと思うんですけど、やってみていいですか？焚き火います？いるかな？焚き火あるかな？あ、ありますね。よし。なんかこの、ハチさんに怒られないやり方がいまいちわかんないんですけど、大丈夫かな。いや、これいるんですよね。ナマコシが言うには、ハニカムを取るのには焚き火がいると。今もじゃあこの中にはいないということで大丈夫そうですか。いや、もう怖すぎる。そう、攻撃されるのが怖いんじゃなくて、ハチさんがなくなっちゃうのが怖すぎますよね。どうしよう。一回今ハニカムやめときます。どうする、やっていいですか。いきますよ。怖いな。いきますよ。取ります。せーの、はい。大丈夫、今生まれてきてる。あ、大丈夫そう。大丈夫、怒ってない。怒ってないですね。あー、よかった。このね、怒るのがね、わかんない、なんで怒るのか。この間あれかな、やっぱ巣箱をいじるのが良くないんですかね。あれ、シルクタッチだ。壊れちゃった。うん、焚き火シルクタッチですね。壊れちゃった。ただの木材になっちゃった。木材じゃない、木炭になっちゃった。もったいない、もったいない、もったいないことしてしまった。ということで、ここの巣箱はこのままにして、で、新しい巣箱を作るのと、ハチさんをここから4匹ですね、連れていきたいと思います。拠点の方とニア村の方です。ではやっていきましょう。まず巣箱作ってもいいですか。先にここで作れるかな。2つ必要。ハニカムを使って人工の巣箱が作れます。これですね、1個2個。 OK。で、ハチさんを連れていこう。リード一つしか。この中にハチさんを入れて、連れて運べます？まあ、ヒカキンさんはやってましたね。やってみます？じゃあちょっとこの巣箱を、この辺とかつけていいですか？ビョイ。ビョイ。入るかな？え、でもシルクタッチで撮ってましたよ、ヒカキンさん。ミーさん、シルクタッチ持ってないです。あ、持ってます？え、また死んじゃいません？私たちそれで殺してますよ。はい、入ってくれなさそう。なんかハチさんもっといっぱいいたのにあんまりいないな。みんな巣箱にいるのかな。もうハニカムジュルジュルになってる。あ、でももう焚き火がないや。あ、本当ですか。まあまあ別に今いらないですけど、これ以上ないですよね。この先成長しないですよね。はい、大丈夫。あ、やっぱり、なんでミーさんなの？なんで？あれですか？なんでミーさん攻撃されたのかわかんない。待って、ハチさんが死んじゃう。待って、攻撃したハチさんが死んじゃう。
タコシ、タコ、ああ死んだ。待って待って、ここにいるハチさんがみんな死んじゃう。シルクタッチのツルハシじゃダメなんじゃないですか。シルクタッチの斧じゃないとダメなんじゃないですか。大丈夫？え、針ないですかこの子。死んじゃうの？あの子怒ってます？怒ってなかった？もう大丈夫かな。あの子、この子、足だー。なんでだ、シルクタッチに、あの子も死んだ。うそ、マコシマコシ中に入っ残ってる？はい、貼ってください。出てきます？結構ね、いっぱいいたはずなんですけど。ハチさん、また連れてコメントです。あ、なんかブンって言ってる。あ、出てきました、出てきましたよ、出てきました、ハチさん。2匹いますよ。そうですね、増やそう。今なくなっちゃった分。よしよし、増やしました？一人しかチュッチュしてないです。あ、この子子供？あ、子供の可能性。あ、本当や、子供の可能性。なんと、もう一匹いないかな。あー、また夜になってきちゃったはい、ということで、なんとハチさんが減ってしまいましたので、あのですね、マコシと一緒にハチさんを一生懸命もう一度あの増やして、で、さっきそこに貼ったあの巣箱に2つあったと貼ったと思うんですけれども、で、そこにハチさんが2匹入ったのを確認してまた巣箱を取りました。で、それがマコシが持ってるやつでございます。で、そのハチさんの巣箱を取るときなんですけど、周囲にハチさんがいなければ大丈夫そうでしたね。なので周囲にハチさんがいるときにやると怒られちゃうですかね。ちょっとそのあたりよくわかんないんですけれども、とにかく、この今マコシが持ってる巣箱の中にはハチさんがいるはずです。これを持って今から拠点と宮村の方に行きたいと思います。はい、お願いします、ください。はい、じゃあ移動しましょう。はい、ということで移動してきました。今からですね、この巣箱をそれぞれの場所に置いて、で、作物がどのように育つのが変わるのかを見ていきたいと思いますはい、じゃあ置いていきます。なんかあの蜂さんの花粉がいい感じになるらしいです。ここに置きます。なんか声が聞こえた。そうですね、どっちだ。え、兄さんのやつ置きました。あ、出てきた。つい、え、早い早いよ、もう出てきましたよ。兄さん、ちょっと種、お花と種をどうにかします。お花をね、さっき持ってきたんでね、ここら辺に植えて増やしていきたいと思います。お花がこの周り全然ないですよね。そうですね、探してますよね。えい、一つのお花に2人が群がっている。ハチさんも増やしてあげたい感じですね。やっぱあれですかね、この畑の上真ん中とかに巣箱を置いてね、え、それが良さそうくないですか。で、その絶対そこに戻ってくるじゃないですか。だってあんな向こうまで行ってこう花粉を巻いてるのだけ見えますもんで、その畑の水の一番上とかに貼っといたらいいんじゃないですか。その上、うん、あの、その、そこには貼れないと思うんで、その空中上、コンポスターがあるところの上、そこの上、あ畑が荒れた。その上に何個かこうちょっと積んで、ツンツンって 3,4 段ぐらいで、その上に巣箱をポッて置いて、あ、そう、それいいんじゃないですか。巣箱って空中浮きますよね。いや、知らないですけど、多分浮くと思うんですけど。
浮きますね。それでいいんじゃないですか。そしたら絶対戻ってくる。で、うちのハチさんはどこに行った？あ、いたいたいた、いるいる。うちもちょっと移動させた方がいいですよね、きっとね。怖い。これ今あかんやつ。シルクタッチ持ってないんですよね。シルクタッチ、シルクタッチ。なんでマコシそんななんかこう結構ガンガンにできるんですか。周りにいなければ大丈夫。今いませんね。いないはず。いない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 。あー、出てきた。ぶどう。危ない、あかんやつ。もう本当に殺したくない、嫌だ。夜になっちゃう、またこのノロノロしてたら夜になっちゃう。マコシの方の方が順調やん、いつも通りやん。いやー、ちょっとハチさん、あ、お花につく瞬間、あ、今いなくなった、今いなくなった。狩ります、いきますよ、よーい、ほい、オッケー、大丈夫ね。私も移動させます。ここら辺とかに貼っとったらいいですかね。いきまーす、ほい、オッケー。なんか向きがちょっと思ったんと違ったけど、ちょっと今はこれでいきましょう。よいしょ。あ、いいんじゃないですか？いいんじゃないですか？めっちゃ巻いてる感じしますよ。すっごい、あの蜂さんすごい、お尻からすごい出してくれてる。あ、いいじゃない。あ、3匹いますね、いますね。もうちょっと増やさないと、今もここ3匹しかいないんで。すごいですね。あ、めちゃくちゃキラキラしてる。すごい。これがじゃあ、キラキラしてるのが効いてますってことなんですかね。あの、緑色のキラキラが出てましたよね、今ね。あ、そうなんだ。へぇー。へぇー。なってますね、みーさんの方も。なってますね。あ、じゃあこれきっと、いけてるんでしょうね。へぇー。じゃあさっきのあの、一番最初のやつはダメでしたね。あれじゃあダメなんだ。はい。ということで、ハチさんを移動させてくることに成功しました。で、ニア村の方と、あと拠点の方にも連れてきました。で、最初はですね、あの巣箱の位置があんまり良くなかったんですけれども、本当に畑の真上に巣箱を置くと、ハチさんがこうお尻からこう垂れてる時に作物が緑色にキラキラ光るので、それが今その効果発揮してますよみたいな雰囲気ありますね。なので、どうなんですかね、囲んだ方がいいんですかね、この周り、花畑の周り、畑の周りに花畑を作って、ハチさん結局帰ってくるから大丈夫ですかね。じゃあしばらくは私たちはこのような形でやっていきたいと思います。多分このキラキラが出てる、ほう、キラキラ出てる、キラキラ出てる、あのキラキラ出たとこだけが早く育つ。はい、ということです。皆様もやってみてください。はい、ということで、本日も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。もしこの動画がいいなと思っていただけたら、高評価、そしてチャンネル登録いただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。コメントも待ってます。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。また見てね、バイバーイ。